にちは、塩田正弘です。今回の動画は日経ですね、二箇条で、肩を持たれた場合の二箇条のかけ方を、説明したいと思います。ね、肩を持つ、ね、二箇条は、どの流派にもあると思うので、で、塩田剛三先生の二箇条はちょっとね、説明も違うと思うので、今まで二箇条をやってる人も刺激になると思うので、聞いていただけたら嬉しいです。そうですね、肩こう持たれてね、こう、いろいろな操作でこう、まあ最初ちょっと二箇条の形にしておきましょうか。まあこういう感じですよね。で、多分こう、肘を曲げたりした方がいいとかね、理想的な形はやっぱ二箇条って一回いいですか、こう、くの字にした。こういう形だと、まあ、理想ですよね。見えてるかな、こういう形だとね。でも、まあ、どういう形でもいいんですよ。まあ、こうなっててもいいし、こうなっててもいいし、こう伸びててもいいしね。こうなっててもいいし、まあ、全部こう、こうなってても二箇条ってできるわけですよね。できるんですよ。はい。で、まあ、一般的なね、こう二箇条の時に、肩を持たれてるので肩を利用 しなきゃダメですね。よくあるのがやっぱりここも二箇条だと思ってここをね締めて、こうね締めて、結局ここがずれていくようなやり方は良くないんですよ。今相手に持っていただいてるね手を大事にして、この人差し指のこのね肩に当たってる部分が動かないようにできると技が効くんですね。よくやるのはここがねブレちゃう。だからここ1点が動かなければこう下がるんですね。こうやれば起き上がれないし、まあ、手も外れないね、肩とくっついてるからどこまでも下ろせちゃうんですよね。まあ結構危ない技です。離れないからね。はい、離れませんよ。離れないですよね。まあ伸びてるわけですからね。そうですよね、ずっと肩にくっついちゃう。そう、どこまでもできちゃうから本当は危ない技なんですよ。こういう時もね、いろいろこう、まあ操作はちょっと今日言わないですけどもね、持ってね手でやる人いますけど、手は使ってないですよ。本当にこう胸の脱力使って、こうね、こうね、こう、まあ外れないしね、これもね、これも外れない、外れないから危ない。はい、こうな、要するにこういう持ってる手のここをずらさないでね、力んでるとここがどんどんずれてっちゃう。ここをずらさないようにこう落とすのが、逃げてないですけど。あ、逃げてないけどもちろん できますよ。ね、わかりましたか。こうここをこうずらさないね、一点がね、ずれないでしょ。今ちょっとしゃがんだ時ずれましたけどもね、ちょっとこう強くしてみましょうか。こうやったら強、ね、強く固められてたらこう手でやっても効かないでしょ。リラックスしてこうね、ね、はい。なんでなんでですか。だって手も道着握れないし、なんでくっついちゃったんですかね。くっつくんですよ、二箇条くっつくんですよ。あ、いい表現ですね。いやくっついちゃったんですよね。磁石みたいでくっついちゃったんで、てか、うん、伸びちゃったんですよ。うん、離れなくなっちゃうんですね。手はまあね、うん、まあくっつくんですよね。まあだってここをね操作してないからね、ここをかわね、これだけだからね、こうこっち寄せてましたか。反対、先生の手はあの私の手を寄せてました。寄せないですよ。ここはねちょっとね離れないように軽く持ってあげるだけ。こっちも何してるかっていうと、こう強く押さえてるわけじゃない、軽く持ってるだけ。あのちょっとだけね、あの寄せるように誘導する感じだけども、そんな強くやってるわけじゃない。はい、だって今すごい優しいでしょ、手が。そうですね、押さないとなんかですよね、それをこう引かせてあげる。で、握ってないですよ、ここもそんなね、こういう感じでも、ここもね、あの起き上がれなくすることができるね。まあ今あんまかけてないですよ。もっとこんぐらいかけた方がいいですよ。はい。で、応用としてはまあこうですよね。こうなってても関係ないですね。こう
こうなってたらやっぱ今までの2箇条をこう強くやってる人は効かないですよ。こうね、ね、こうこういう感じ。それは肩を固めます。肩を固定するとか何とかしました。肩を使うって今おっしゃったんですけど、うん、何もやってない。あ、肩は力を抜くだけ。すいません、ね、あのね、毎回回答がね、力を抜くだけだし、相手に何もしないっていうのが答えなんですよ。なんか、してそうでね、してない、何もしてない。相手痛いの嫌でしょ？ね、こうやってやったら痛いでしょ？痛いです。ね、もうこんなもん。ね、ただ、固定力はありますね、こうね。はい。ね、なので、まあ今のがね、ちょっと強く持ってて、まあこうね、力で持ってても動かないじゃないですかね。こうちょっとこう変えれば動くわけですよね。肩を持たれた時の作用、まあこれも2か条から発生していきましたけど、強く持ってても効かないね。軽く当てて自分の軸と一緒にやれば、こう相手が動くんですね。でここまでいけばこう崩れると。飛んでいっちゃいました、うん、崩れるわけですよね。どうですか、何か質問ありますか。すいません、何か喋ってばっかりだったから。質問どうですかね。あの、何もやらないというか、肩も強く押し返しないですか。押し返さないですね。握られた、何ていうかな、押さられたりとか引かれたりとか、その力、反発力をしないですか。ここやって、なんかやったり、それとも押されたら、うん、うんって抵抗するとかします。あ、しないしない。脱力してますか、うん、こうね、今押さえられてるけども、こう脱力する、抜く。そうですよね、返されてないです。うん、こう返さないですよ、相手のね、重心も変わっちゃうから、抜く。で、こう落とす。わかりましたね。そうですか。わかんないですけども、はい、あの、質問してください。ね、どんどん質問してください。僕もね、あの、いろんな人の言葉聞いてますけども、ね、まあ、今みたいに持った胸がね、こう嫌な胸じゃないようにさせてあげたいんですよ、相手に。ね、力んでてなんか筋肉を浮き出してるような感じだと持ちたくないでしょ。持ちやすいようにしてあげる。相手が持ちやすいように考えてあげると柔らかい。こう胸ができますから、そうすると相手もこう乗ってきてくれるんですよね、こっちに。力をすごい入れてるけども、その力がこう抜けてくる、この姿勢の感覚は。うん、そうですね。持ってる瞬間はね、先生は特に筋んだりとか、それとも柔らかくなったりはしない、ずっと同じ感じでした。そうですよね。で、ここの力が抜けてるから、なんかいろんなところのね、力がここに伝わるんですよ。手の力をやったらここだけの力しか伝わらないから、胸を脱力して全体の力をこう伝えると相手に響きます。こうされてようが、こうされてようが、こうされてようが、こうされてようがね、関係なくできるのが、まあ、2か条、まあ、だと思いますので、ぜひあの試してみてください。ありがとうございました。チャンネルがいいと思いましたら、登録と、コメント、高評価よろしくお願いします。